皆さん、こんにちは。トランペット奏者としても有名な歌手の桑野信義さん。桑野信義の、がん再発した現在の姿と、緊急逮捕されたの真相や隠し子の正体について紹介します。まずは、桑野信義さんの経歴とプロフィールから紹介します。桑野信義は、日本のトランペット奏者、歌手、コメディアン、司会者、ラッツスターのメンバー、東京都大田区出身、ジャパンミュージックエンターテインメント所属、愛称はクワマン、ミュージシャンのマサ、俳優の桑野翔晴は息子、1975年、鈴木雅之らと共にシャネルズ結成、1977年、ヤマハ、イーストウエスト77、出場し入賞、予選からサザンオールスターズと競い合う、1978年、ヤマハ、イーストウエスト一重音陽譜78、出場、優秀グループ賞受賞、同年、大滝栄一プロデュースによるナイアガラフォーリン一重音陽譜スターズのアルバム、レッツ・オンド・アゲイン、2曲参加、1980年2月25日、シャネルズのメンバーとして、ランナウェイでデビュー、110万枚の大ヒット、その後、街角トワイライト、トゥナイト、ハリケーンと数々のヒットを生む。1983年4月1日、グループ名をラッツスターに改名。改名後初のシングル、恵みの人が60万枚を超える大ヒット。1986年頃、ラッツスター活動休止、メンバーそれぞれがソロワークを始める。1987年、鈴木清美のデビューに参加。1980年代後期、田代正史と共にバラエティに進出し、1987年に放送開始した志村けんの大丈夫だにて本格的なお笑いの仕事を行うようになった。当初は田代の付き添いというイメージが先行したが、大丈夫だの番組人気が上がるとともに桑野個人としての人気も高まり、志村けんから実力を認められる中にまでなった。志村けんのバカ殿様では初代カフケ役を演じていた東八郎の逝去後、正式に2代目カフケ役として抜擢された。1996年4月22日、ラッツスター再集結、11年ぶりのシングル「夢で会えたら」を発売。代々木第一体育館などでコンサートを行う。この年 NHK 紅白歌合戦に初出場。2006年4月19日、デビューアルバム「ゴスペラッツ」リリース、オリコンデイリーチャートで初登場1位を獲得。その後、タレント業のほか舞台や音楽活動などを行っているタレントデミュー。自社の桑野信義氏が現在戦っている排泄障害についてブログに綴った。桑野氏は2021年2月に大腸がんの手術を行い、人工肛門ストーマをつけた。そして同年5月、人工肛門を取り、腸をつなぎ合わせてお肌に戻す手術を受けた。これで自身の肛門から排便できるようになったが、しばらく地獄のリハビリの日々が続いたと過去のインタビューで答えていた。そして2024年1月4日、桑野氏は人工肛門を閉じてからの後遺症で排便障害になってしまい、トイレラッシュに襲われるとブログに投稿。また2月10日には、手術当時人工肛門の自分が恥ずかしかったが、社会には老若男女のオストメイト、人工肛門や人工膀胱を増設した人がいるのを知り、恥ずかしいと思っていた自分がすごく恥ずかしくなったと明かした。さらに、排便障害のためおむつをつけていることもちっとも恥ずかしくないとし、同じ障害を持つ人たちの役に立たればということ、少しでも自信を保ってほしいので隠さずこれから発信していきますと、がんサバイバーに向けてメッセージを送った。人工肛門を取った後の排便障害とはどのようなものか、医師で東大大学院客員研究員の柳沢彩子氏が解説する。桑野さんは大腸がん手術にあたり、あらかじめ抗がん剤で腫瘍を小さくしてから切除したようだ。そして一旦人工肛門を作って様子を見て、問題がなかったのでもう一回腸をつなぎ直しました。このように術後、腸管の縫合不全や多臓器の損傷などがないと分かってから、残っている腸管同士をつなぐ方法はよく取られます。後遺症については千差万別ですが、桑野さんのがんはステージ IIIB、 リンパ節転移があるというかなり進行した状態で見つかり、手術も15時間に及んだということで、
怪しい組織を細かく取ったのだと思います。そのため周囲の神経も一緒に切れている可能性があります。直腸は便を固形にまとめ溜めて出すという仕事をしていますが、それを司る神経が機能しないと便が自覚もなくちょろちょろで続けたり、何かの拍子に漏れたりします。それが排便障害だ、括約筋が衰えている程度であれば再び使うことで半年くらいで元に戻ることもありますが、桑野さんの場合4年近く排便障害が続いているので、この後も付き合っていくことになると思われます。それならば人工肛門を残すという人もいます。どちらの方が QOL 生活の質が高いか、個人の価値観による選択ということです。意図せず便が漏れるのを嫌がり、なるべく食べない飲まないようにする人もいるが、脱水になる可能性もあり、やはりおむつが現実的という。桑野さんのようにおむつを履き、その上にパッドをつけて、さらに小さい布を敷くという形が一般的だ。少し漏れただけなら布を変える、少し量が多かったならパッドを変えるという方法が経済的、時間的なコスト節約になり、持ち運びにも便利だ。オストメイト患者会やバックアップ組織は多いのですが、ストーマを外して後遺症に苦しむ方が話し合える場が少ない。ですから桑野さんが排便障害について啓蒙活動をすることは多くの人の励みになるでしょう。1980年7月、メンバーの久保木博之、進歩清隆、山崎博明、菅和康夫とともに未成年女子2名とわいな行為をしていたことが発覚。青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検され、半年間の謹慎期間を経て復帰している元タレント田代正史容疑者が書く在取締法違反容疑で逮捕された田代容疑者は、音楽バンドラッツスターのメンバーとして活躍してきたが、その同僚である桑野信義さんのツイートが注目を集めている。桑野さんは田代容疑者の逮捕が報じられた2019年11月6日、マジで悲しいと一言のみツイート。ファンからは逮捕を念頭に置いて、心中を察しいたします、またかと思いましたが、また悲しい、生きてる限りチャンスはあります、といったリプライが寄せられた。しかし桑野さんは2分後にさっきのつぶやきを引用ツイートする形で、また伸びたと投稿。スマートフォンのスクリーンショットと思われる添付画像には、現在メンテナンス中ですとあり、不具合により緊急メンテナンスを行っているスマホゲームラブプラスエブリのものと思われる。同ゲームは10月31日に配信されたが、11月2日からメンテナンスに入っている。当初は7日にサービス再開する予定だったが、6日に再開時期は未定になったと発表されていた。桑野信義さんが最初に結婚した時期は不明ですが、1984年11月21日に元嫁との間に息子が一人誕生するも、彼が4歳の時に離婚している。桑野信義さんの元嫁についても調べてみたのですが、写真はもちろん名前や年齢、桑野信義さんとの馴れ初めなど具体的な情報は一切出ていないようなので、一般女性だった可能性が高そうだ。離婚後はそれまで全く育児には関わらなかったという桑野信義さんが息子を引き取り、ご飯やお弁当を手作りするなど、今でいうイクメンプリを発揮していたようだ。そんな桑野信義さんの元嫁との間に誕生した息子の名前は桑野正直さんといい、父親の影響もあったのでしょう。マサ名義でミュージシャンとして活動していたようだ。かつてはジョン・スミス・クルーというヒップホップグループで音楽活動を展開していたそうなのですが、2012年頃からは主だった活動は見られようだ。ただツイッターアカウントのプロフィールを見ると、現在もジョン・スミス・クルーのバンド名が記載されていることから、解散はしていないようだ。また2015年からは父親桑野信義さんと親子ユニット桑野ミックスをスタートさせており、2015年11月21日には桑野信義デビュー35周年記念して、マサさんプロデュースの下ファーストミニアルバム桑野ミックス4シーズンズをリリースしている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。